23時で自分が先輩で後輩として仲いい人とかいる？はい。誰？いません。あ、いませんでした。後輩で仲いい人だよね。うん、気軽に誘えたりとかそう、ね、いないね。あ、後輩ってでも俺がイブラヒムも後輩じゃね。それならいるわ。だよね。なんかさ、そう、後輩って感じしないんだよ。まあね、時期が違うだけで上下ではないっていうのは。そのボルタクスゼイアンとかは。ボルタクションね。後輩って感じするんだけど、うん、他なんか別になんかそんな感じしないから結局ないんです、そんなものは。先輩とか後輩とか。クロノワールがなんかやる。23時ライバーにカナイ派かクズ派かカカか聞いてみよう。海戦戦いです。戦い、争い、争い、派閥戦争。そろそろですね、23時でね、カナイとクズはどっちが慕われてるのか決めましょうや。何、白黒はっきりさせましょうみたいな。決めましょうや。はい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 、はい、クロノワールの慕われてる方と慕われてない方としてね。じゃない方芸人みたいな。そうです、そうです。今日はね、逆突していろんな人に、あの、クロノワだったらカナイ派かクズ派かどっちか。ちょっと言いにくいね、カナイ派がクズ派多すぎてね。まあ、人によるけどね、仲の良さとか。いや、そうなんだよ、これね、何か不利ってね、こういう関係がね、うん、結構プリってんのよ、俺の方は。いやいや、でもクザさんの配信が面白いって憧れを抱いてる方もいらっしゃると思います。いや、でもさ、それ何々派ってなるとやっぱ絡んでる人の方に入れない。そんな都合よく俺の配信を見てる人選べないって言うと思うけど、なんとかして選ばせよ。そうね、それは、はい、ということで早速やってみよう。クロノワールがなんかやるというわけでね、はい、最初にかけるのはですね、うん、前回トツナチームで来てくれたあのクーラーカットとプレゼントあげたね、渡来ヘバリで聞いてみようと思います。はいはいはい、はい、マネージャーにスケジュール確認したところですね、今2人ちょうど一緒にいるみたいなんで、うん、1人ずつの方が圧かけやすいか。まあ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 、しゃあないわ。まあ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 、はい、どっちになると思う？いや、クーラープレゼントあげちゃってるからな。いや、そうよ、プレゼントもあげてるし、最近だとね、格ゲーでボコったり。あ、2人と思ってるか、僕フーラ君しかやってこないけど、うん、まだ可愛いんだよね。そう、めっちゃ弱いんですよ。いや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 、弱いとか。あ、めっちゃ弱いんですよ、フーラ君と。FPS 強いでしょ。うん、オブラートに包むとめっちゃ弱いんですよ。ヒバは？ヒバはね、ちょっと強いんだ。僕とどっちが強い？同じぐらい？イブラヒムに勝つぐらい強い。え、僕より強いじゃん。三スクミがあって今、うん、イブラヒムに俺が勝てなくて、イブラヒムがヒバに勝てなくて、ヒバが俺に勝てない。でも、うん、やっぱ可愛がってやってきゃ俺のじゃねえのかい。でもあんな格ゲーやったんだよな僕。ここの差も結構えぐいって。もうじゃあ初心者と中級者以上の差はあるよ。エドモンのホンダで僕とかなるよ。いや、やだな、エドモンのホンダで張り手してんの。強いんですけどね。じゃあかけますか、はい、早速。よろしくお願いします。ヒバかなと、お疲れ様です。お疲れ様です。来た来た、調子どうよ。調子いいっすか。調子、うん、もうね、まあまあまあ、おかげさまで本当に、ね、今ちなみに何してたの2人は。あ、今お仕事でちょっと、ね、でたまたまだべってました。 うん、ありがとうね、そんな時間いただいちゃって。いや全然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 先輩のときめならば。いや本当ですよ、いつでも駆けつけますから。聞いてない、まだ何も。まだ何も聞いてないですよ。なんでここに今いる手になってる、そっちでは。なんか呼ばれたぞ。いや、何も聞いてないマジで。何も聞いてない、まあ、じゃあ一旦単刀直入。そうね、一旦そうね。はい、カナエ派かクズ派かどっち。クズ派派かどっち。いいよいいよ、一旦考えていいよ、一旦考えていいよ、うん、ところでさ、前にプレゼントしたストリームデックとか今使ってる？うん、そりゃ毎日じゃないんですか。あー、そっかそっか、全然ね、いいんだけどね、全然全然。カナとね、はい、10ミリオンマン、ありがとうね、チームで一緒に優勝してね。いや、ほんと、体にもいっぱいお世話になりました。いやいやいや、ヒバもね、最近ね、よかった、直接挨拶できて会って。あ、そうですね、ご挨拶させていただき、ね、ありがとうね、忙しい中だったのに。いや、ありがとうございます、こちらこそ。いや、てかさ、2人とも格ゲーうまくなった、そろそろ2人ともさ。いや、ほんとにそう、表で絡んでないから、俺らのその感じ出てないよ、表にも。あ、そうです。朝まで格ゲーした中ね、ね、そうね。なんかさっきちょっと聞いたら、あのカナと一緒にギルディギアやったじゃん。はいはい。で、あれから格ゲー苦手って言って、まだね、可愛らしい感じなんですよって言ったら、クズさんがいや、めっちゃ弱いね、カナとって言ってた。いや
ちぎだが可愛がりだよね、カナとは。本当に弱い。いや本当なんかでもムチにムチに愛感じたっすよ。そう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 、ほらほら立ち上がるんだわ。いや何度でもね。AMP は立ち上がるんですよ。マジ弱いもんね。FPS から想像もつかないぐらいね。はい、二人。いや本当にでもお二人、お二人ねすごい本当にお世話になってまして、もうねかなえさんも福田さんも大好きで、本当に大好きなんで。じゃあま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 あ、でも本当にもうやっぱどっちがとかいう、どっちかあるじゃないの、どっちか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 、どっちか選ばないと、質問の意味わかる、どっちか選ばないとガチで。いや本当に自分らが苦しんでますよ、苦しんでる。もうクニクのもうそこに大丈夫大丈夫、気使わなくていいよ、カナエのこと気使わないで大丈夫だよ。これはせーのじゃない、本音本音でいきます、いきます、せーのでいきますね。おお、もういける、いけるもん、いけんの、いけんの、いくよいくよ、こっちで言うよ、せーのじゃ、せーの、カナハさん。カナハさん、俺わたらいクズハさん、はい、で僕カナエさん。あおい、だから格ゲー弱いんだよ。いやいやいや、圧だよ圧、圧、先輩の圧。ヒバはね、村長クラスだから。あ、うまいらしいね、二次三次村の。そう、二次三次村にはあの第三村長まで席があって。ヒバと戦ってみたかったけど、クズ派閥か。ちょっと待って、かなえさん、かなえさん。そっかそっかそっか。いやいやいや、大丈夫大丈夫。ストローク出てから村にお邪魔するつもりではあったんだけど、横目では見てたからな、村での争い。大丈夫、村に入ったらいずれ戦うことになるから。でも、そうヒバの時だけキャラ変えよ。エドモンの本田にしよう。他の人の時はジュリ使うけど、ヒバの時だけエドモンの本田にしよう。おー、でも11で分かれたね。まだ11だ、ありがとうね。え、待って、理由は、理由し、理由聞きたいわ。理由？あんま理由？ほら、理由ないってことは、お前脅されて怖い、怖かったなー、フーラー。違う、カナと怖かったな。大丈夫、俺が守る。いや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 、脅されてんだよな、カナエに。カナエさんはね、10ミリもそうですけど、うん、一番最初に二次三次入ってほんとすぐの時に、そうだよね、忙しい中一緒にゲームしてくれたんですよ、カナエさん。そうなの、その時僕タルコフ始めたばっかだったんですけど、優しく教えてくれて。タルコフ詳しいからね、この人と違って運が。あとクザさんに手足も出ないからボコボコにされた。そうだね、そうだね。なになになに何何？しかもあれでしょ、僕村の状況知らないけどめっちゃうるさいんでしょ。いやもうすごかったですね。口を揃えてなんか村ではうるさいって有名だって聞いた。そうなの？もう止まんないっすもんね、止まんないっす、村長は。俺は結構冷静にやってますけど、結構口ぶって聞いたよ。いや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 、正常な判断ができなくなっちゃう。笹さんとかと同じことでしか頭いかなくなっちゃう。なんとかして取っちゃってリアルピオリちゃうんですよ、戦ってると。じゃあヒバは、は、うん、いやでもワンペンマンから。あ、そうだ、ワンペンマンも一緒か、絆がありますから。2-2だったんだ、そもそもチームだったり、パブジュの時とか。ちょっと間接的ではありますけど、うん、賞金首うんぬんで、うちやチームが打ち取ったりとか、おかげさまで PC 買い替えれたり。おお、おめでとう。金と違うよ、お前金、お前それで言うじゃない、格ゲーとかでも。でもうるさいでしょ、にぎやかって言うの、まあまあまあ、にぎやか、愛のある、愛だよね、愛じゃよ。お互い頑張りましょう、この後のお仕事も。いや、頑張りましょう、頑張りましょう、今後もね、よろしくお願いします。また格ゲーやろうね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、1票ずつですか。はい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 。まあ関係性がなんかさ、うん、決まってたじゃないけど、その天秤ワンペンがあったね。そうね。そのね。そうだわ。すごい綺麗に分かれたね。そうなんだね、実は。いやいいですね。やっぱ火は火はです。時代は可愛がりましょう。いや、カナトです、時代は。時代来てる。来てます。これじゃあね、アイコなんで、はいはい、まだまだ行きましょう、はい、クロノワールがなんかやる、なんか今ボルタの4人ほんまや、一緒いるらしいですよ今ね。ボルタ4人一緒にいるってことでね、この後あの四季凪さん、セラフさんペアにもかけてみようと思う、ね、はい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 。どう、2人と関係性ある？僕ね、セラフとはバロンチーム一緒で、四季凪がクズハカップで、あの一緒にフライパンやって。うわ、これさ、どこで絡んだ回数大事くさいな。大事かもね、うん、まあでも分かんないよそれは、まだ。そっかそっか、でもスゴロクとかやったの。あ
俺のこと覚えてるか分かんないけど。じゃあまあ聞いてみるか。まあ、聞きましょう。うん、セラフくん、しきなぎさん。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、お忙しい中。多分なんで呼ばれたか今分かってない状況ですよね、おそらく。全く分かってないですね。非常に怖いです。まあ簡単に説明すると、お二人が家内派閥か葛派閥かを聞きたくて。え、これってもしかして誰も幸せにならない企画だ。いや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 、なるよ、なる人がいるよ。選んだ人によるかもっすね。そういえばね、このタイミングで言うのもあれだけど、セラフくんさ、はい、バロンチームも一緒だしさ、これだけにセラフって呼んでも平気、はい、あ、お、ぜひ、はい。いやありがとう。セラフさん、すごろく楽しかったね。あー、楽しかったですね。楽しかったですよね、やっぱ。共に過ごした苦しい時間がありますよね。苦しい、あーね、楽し、うん、はい、ね。アキラもね、こっちにはクズハカップでね、一緒にフライパンでいっぱい倒したよね。あー、すいません、その説は本当に。まあ僕はアキラに殺されたんだけど、最後。まあでもあれも思い出だよね、もう。そうね。元気してる最近は。なんかエイプリルフール大変なことになってたけど。あ、落ち着いた？拝見していただいて、あのまあいろいろあって、あのちゃんと、はい、元通りになりました。全然今の会話は本当関係なしで考えていいからね。うん、あ、そうですよね。世間話だからね。今の会話は何でもないです。あ、そうだよ。なんか二人が考えてる間に、そうそうそう、こっちのね、なんかお話ちょっとね、挨拶も兼ねてできたらなーってだけで。あ、なるほどなるほど。うわ、でもふと思ったけど、しきなぎさんメガネ似合うわ。あ、ありがとうございます。こんな似合う人っているのかな、世の中に。あ、今まで会った人で結構いますけどね、メガネ一番似合うよね。似合ってたな。てか、アキラくんはショートもおもろいね、YouTube ショート。あー、ありがとうございます。僕やっぱその、好んで読んだりをするわけではないんだけど、なんかこういうのもあるんだろうよなとか、はい、こういうの好きな人やっぱ周りの人もいっぱいいるから、偏見とかは特になくてって気持ちだったんだけど、まあそのショート見てね、さらに理解が深まった部分はあるな。あー、嬉しいですね。ありがとうございます。うわ、4時44分だ、みんな時計見ないで。どういうこと。よし、あ、いや今守ったんだよね、今2人のことを、まあ、4時44分の呪いから。あー、危ねー、危なかったね。あー、危ねー、2人全然音は感じなくていいから、4時44分の呪い。じゃあそろそろ聞いてみようか。あ、決まったかな。じゃあせーので答えてもらってもいい。決まった、言える。うん、うん、いくよ。せーの、かなえさん。はぁ、マジでマジで。じゃあ理由聞いてもいい。理由。うわ、マジ、うわ、なんか屈したね。これ2人を1人を選べっていうのがちょっと、まあそうだよね、もちろん、もちろんそれは本当はね、言い訳は聞きたない。どっち派とかじゃないよね。聞きたないです。選ばなくちゃいけなかったから選んだんだよね。聞きたないです。こちらとしても苦しい選択でしたね。聞きたないです。かなえさんがちょっとやっぱり最近バロのこともあって、うんうん、ちょっといろいろとお世話になってるなっていうので、うん、かなえさんが派閥、これから俺にはお世話にならないと。変わる可能性あるしね、これからで。あ、そうですか、そうですか。やっぱり誰も幸せにならない企画じゃないですか。僕は今ね、5万円だよ。あ、僕は幸せになってる。かなえさん幸せになってたわ。じゃあ、あきらくんは？あ、そうですね、うん、まあ、まあ、まあ大前提として、まあ、お二人のことね、尊敬はしてるんですけど。ありがとうございます。これ後輩の立場で、こういうこと言うのもなんですけど、想像してた以上に、クズハさんのお米の言葉が浅くて。言っとるな。何も知らんやつのちょっと、4時44分から守ったのに。私って、あ、メガネ以上の情報ないんだなって。え、俺ちょっと待って、ちょマジで申し訳ないんですけど、デスマッチでオーディン使ってたこと以外の情報が。今日最悪だるい武器を使ってくるメガネ。これからね、これから仲良く、ね、なり、なれ、機会がやっぱないとね、伸びしろえぐ、関係値の、関係値の伸びしろがえぐい。今からグー行くわけだからね。そう、いや、そうです、そうです、もう伸びしろしかない。僕らのフォローしなきゃいけないな。いや、ありがとうございます、忙しい中、お互い、ありがとうございます、頑張ろう、この後の仕事も。ありがとうございます、本当にお互い頑張りましょう。ありがとうね、また遊ぼうね。お願いします。あ、クザさんも遊びましょうね。で、デスマしようね。はい、じゃあありがとう、カナエ派のお二人、またね。ではカナエ派閥のお二人でした、ありがとうございました。ありがとうございました。
勢力がやばいな、うん、今のとこね。渡来ひばりにこれ聞かせたら寝返りそうだもんね。じゃあ俺もカナエさんの方行きますすいませんクザさん、すいませんクザさん、うるさいからなで、なんなのその二三時村でうるさいと。うるさくないよ、言ってるの。俺はね、ご指導ご鞭撻してるんだよ。というわけで一旦クロノワールがなんかやる、はい、はい、というわけで最後はね、うん、二人とも仲いい、結構仲いい、うん、ローレン。ローレン。俺そんな仲良くないけどね。まだ？そんなことないと思うけど。実はそんな仲良くないんだよな。まあもう関係、もう僕ローレンとね。うわ、ずりーわ。ずっと一緒なんだよさっき。エペとか。チームだったし、ポゴもあったし、優勝してるし。そうだよね。もうね、なんか3連4連ローレンとチームだったんだよね。うわー、もう渡来ひばり一人だ。俺。でも数じゃない。でも分かんないよ。いや確かに確かに、うんうんうん、一緒にいるから居すぎると嫌なところも見えてきたりするから、逆にね、うん、もしかしたら暗がいあるかもしれないですね。じゃあ聞いてみますか。じゃあ聞いてみましょう。早速かけてみましょう。ローレー、はい、あお疲れ様。はい、お疲れ様です。今何なう？よし、寝起きの一発。あごめんね、一発目から。あいえいえ、大丈夫、落ち着いて、大丈夫だよ。多分まだ何もよく分かってないよね、今。分かってないっすね、何も。今、なんかこう、ライバーさんに電話かけて、カナエ派かクズ派か、どっちかを聞いてる。あー、カナエ派っす、カナエ派っす、カナエ派っす。お前よー、ローレ、自覚しとけよ。カナエ派っす、カナエ派っす。最高の後輩だってこと。まあ、ないからね、今後。お前とのコラボ。使えないから。俺 NG 出すの。NG 出しますよ。これで NG 出すの。脅迫だからね、これ今もう。どうすんの、どうすんの、どうすんの。え、僕それ聞いたらさらにかない派よ。それで NG の場合は。むしろ。だよ、終わったよ、企画。5人聞いてね、4人かない派なんだよね。まず。逆ちょっと思わないか。原因じゃない、原因なんだと思う。原因でも一応最速でカナエ派ってたのローレンだけどね。いやそうだよ。なんでやっぱあれじゃないかな、うん、なんかんここなんだよやっぱクザさん。なんか俺はなんか俺に構うなみたいな。そんなん出てないって。だから構うんじゃねえよって出てるよ。出てねえ。そういうこと言うとまた減るでしょ俺派閥が。カナエ派なんか本当に包み込んでくれる感じあるじゃん、うん、やっぱ本当に可愛い子、ね、なんでそのカナエのいいとこは逆に聞きたいわ。全部じゃない全部じゃない適当じゃない、気持ちいい。適当じゃない、適当だよ、適当だよ。寝起きだから何も思いつかないだけでしょ。自覚してんのかな。ちゃんと答え、ちゃんと。え、自覚はしてんのカナエさん。全部いいことを。何を何を何を。ん、最高の先輩です。してなさそうだもんね。いやいやいや、ローレンのおかげで、ね、ローレンのおかげでね、自覚だんだん芽生え始めてるよ。いや、した方がいいよ。最高の後輩と最高の先輩が。キモすぎお前ら。キモすぎる。ごめん、俺寝起きなのに。いや、全然全然。おもろいな。寝ろお前はもう。寝ろな、おもろいわ。寝ろ寝ろ寝ろもう。いっちゃおもろいじゃない。はいはい、ローレンさんでした。はいはいはい、寝ろ寝ろ寝ろ。また遊ぼうね、ゲームしようね。またね。はい、またね。クロノワールがなんかやる。惨敗やん。できねえっすか。できじゃあもう渡来ひばりもカナエ派であってくれよ、ここまで来たら。5-0 でね。もう乾杯さしてくれよ。だから俺は渡来ひばりを大切にした。確かに逆にこの逆境の中で俺を選んだ渡来ひばりを、うん、僕は全員大事にする、大切にしたい。あのクズを選んだひばりすら大切にする。これね、闇に落ちます。ダークサイド。ひばりもひいきもひいきして、ひいきめちゃ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 ひいきする。そっか、でもやっぱ交流してんのがそうだね、でかいね。関わりの多さな部分は正直ある。そうね、意外と交流ないな、そう考えると。まあそもそもなんだろう、僕もたまにあるんだけど、クザ、うん、さん呼んでも来ないと思うかなって言って、そもそも、いやそれ自分次第よ。まあでもいつ呼んでも来る人とさ、まあ分かる、比べたらそっちを呼んじゃう気持ちは分かるよね。分かる分かる分かる。僕もね、忙しそうって言われがちではあるけど。というわけで、はい、終了。はい、いや気持ちいい企画、最高の企画、ありがとう。まだ感想聞いてないのに出てくる、にじみ出てくるじゃん。気持ちいい気持ちいい。後輩に慕われる先輩、気持ちいい
ありがたいことですよ本当に。そうね、慕われてるのはいいことですから、ね。はい。俺こういう件弱いんだよね。まあでもね、慕われたいわけじゃないよ。関わりがやっぱり少ないというか。やめて、慰めみたいになってっから。大丈夫だって。いやもうやめろやめろやめろ。やめろ別にいいし。大丈夫大丈夫。いるし。いいし。ヒバとめっちゃ激しいし、こいつとその後ストブームレクの怖えボッカボクにするわぐちゃぐちゃにされそう。ボッカボクにします。はい、コメント欄や SNS のね、感想書いてください。ね、感想と質問お願いしま す。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来 週、 また来週。さよなら、カナイ派の皆さん、またね。君と見上げた世界、きらめいた中にまるで僕らみたいな見えない光見つけたり、可能性に響いたスターバック手を伸ばして、君と一緒ならきっと永遠に強く輝ける。